せーの、 BTU アニメラボ。さあ、ゼブライマツが今週注目したアニメがこちらです。ジョジョの奇妙な冒険、黄金のタレ。じゃあ美味しくいただけっつってんじゃないのよ。いや、めちゃめちゃいい。スレーとか言ってました。風は吹いた。風が強く吹きましたよ。かわいそう、見てくれましたか。見たよ。よくわかんなかった。能力が、あ、初戦のバトル組むんでしょ。あれはね、むずいないよ。実際むずいけど、アニメが一番わかりやすい説明してた、今までの。漫画でやっぱ説明はね、全然わかんねえわかんねえって言ったけど、一番まだわかりやすい。映像的に説明はしてくれはするからね。そうね、って上がってたところしか。ジッパーのジッパーをロープ的な使い方してかっこいいなあのシーンね。すごいコミカルなシーンになっちゃったじゃない。怪盗の逃げ方ですね。そうですね。あーそうだ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 ね。いいけどな。いい捨て台詞も吐きながらね。未来見てみろよって。もういねえだろうって。俺はもう一回にいる。すごいな。ちゃんとジッパー閉じるタイプだから俺が見るだろう。でければ、はい。前回までがね。ボスに、トリッシュ娘を私に言って、うん、まさか裏切られて、うん、じゃあこっちも裏切ろうっつって、うん、裏切ったところブチャラティ死にかけるという状態でございました、うんうん、そこから今週始まりましたね、うん、ボスの手がここから刺さってここから出てる状態ですよ、うん、出てた、出てるのよくわかんない。なんか突き抜けてるとしか思えない状態。突き抜けてるんだよ。突き抜けてるのか。なんかチョコ食べたのか食べてないのか分かんなくなってた。一方その頃のことを話しない。そうなんだけどね。そうなんだけど、そのシーンなしない。そこで20分費やしかないな。あれ結局どういうことなんだ。急に食ってうめえじゃねえんだよ。もた口見てみろよ。見てよ。あ、ほんとうめえ。なんだそれ。あれ水飲んだ。あれ言ったっけ。ぼーっとしてたら終わってた。老人ホームの一幕じゃねえんだよ。ちゃうんだから。ただそこら辺からに繋がるのがボスの能力なんですよ。ジョロがそれできっかけでね、気づくわけだからね。そう、まあボスの手が貫かれまして、ただかっこいいのぶっちゃその手ごとジッパーで閉じるっていう、うわ、刺されてもなおのやつだ、かっこいいっていう、まず1ポイントぶっちゃのかっこいいさが出まして、で、まあボス何気に心の弱い人だからさ、そう、ちょっと予想外のことが来たら、はぁはぁはぁってなっちゃうし、めちゃくちゃ臆病な人なんだよね。だからこそっていう、マフィアは臆病であるっていう、ね、まあね、最初に触れてた通りなんですよ。顔も出せないじゃん。戦争とかもよく言われますね、臆病者が長生きするっていう話。今回のバトルでもずっとね、顔を出さずにこそこそと戦ってる感じなのはそういうことなんですね。ずっといるし、で、まあ異変を感じたことで、ジョルノの、あのブローチに変えられてた亀が亀に戻り、ボスを一回封じ込め亀を流すっていう、亀の一部を入れてたんだよね。そしたら亀になったんだよ、もはや。その理屈ちょっと分かんないよ、ね、あれもよく分かんないよね、未だに、うん、あれ亀じゃないのかって。じゃあいっぱい大量生産できちゃうせいで、で能力まで。なんか亀になったのか、なんで今亀になったんだと思って。そうなんだよね。あれはね、ちょっと私もね、うーんって疑問にはなったけど、まあジョルだからねって言ったら、そうなんだよ、ジョルだからな。能力の使い方が幅広ったのかな。そう。そういうのあったんだ。トリックプレイをしまして、まあ下水路流してなんとか一命取り留めたと思ったら、ボスがいち早く抜け出していました。そこら辺からも一応能力説明に入りましたら、時を飛ばすことができると、過去のジョジョのボスの能力者たちに時を止めるとかはいたんですけれども、時は進んでるんだけども、その中を自由に動けるという、本人は結果だけが残るって。今までのボスは時を止めて、その中を自分だけが動いて、向こうからしたら瞬間移動してるみたいに見えるとかができた。それはなんか分かるじゃん。時止めるとか、超高速より相手がゆっくりだから、まるで時止まったみたいな。何秒か先を生きれるってこと？ああ、そうね。みんな意識がなくなるみたいな感覚ではいいかもしれない。感覚的にはそう。じゃあ携帯置こうと思ったら、この間何も考えてない。何やられても分かんないっていう。携帯奪われてても、あれ？ってなっちゃう感じ。それが結構な範囲まで広がってるみたいだな。河合さんがご飯食べて、食べ終わるまでの間の食べてる間ぶっこ抜いて、気づいたら食べ終わってると。そうですね、うん、でも向こう能力者はその食べてるところをじろじろ見てられると。
好きに動けると。それが未来予測でもあるっていうちょっぴり難しい。あ、川合さんこう動くんだろうな、前に進むんだろうなと、うん、進んでるなぁ。じゃあキンプリみたいなもんだね。あれ今見たっけ一瞬で終わったのではみたいな、うん、みたいな感じでもあるもん、ね、でこの後の展開知ってるっていうのでもあるし、っていう能力みたいなこと、結果だけが残る。ただ避けるとかそういう結果は残らない。落とすんだったら落とした段階で結果だけおっとってなった未来もあったかもしれないけど、なんかそれはそのまま落ちるものとか、だからチョコももう食って食わないの攻防があったはずなんだけども食ったっていう、だからナランちゃんはあの時チョコを食おうとしたんだなって、で食い終わったことだけがあって、で食える未来がちゃんとあったんだなって。確かに自分の金で買ったチョコだからな、ナランちゃんは。そこを見せたら悪いから、それの裁判をするか。いやいや、今そんな小競り合い、一方その頃の小競り合いを広げていい。聞くせるのって言うけど、それは自分の金で買ったんだから。それはさ、バッキオのさ、能力でさ、見れないの。ああ、どうなんだっけ。見ようと思ったら見れるけど、それに気づいてないってこと。まあ、そうだよね。今は気づいてないよね。気づいてないから。そうですね、まあ、これを期待は見れますけど、で、お互い、なんか変だなって。で、と。まあ、水を取ってでもうもらってて飲んでるところまで未来が進んでるけど、それは自分の意思ではあるし、水飲みて水取ってほしいって思ったのはだから違和感はあるけど、なんか気づかないっていうのはボスの不思議な能力。能力説明欄に無敵って書かれてるから、書いてあったね。なんか対応できそうな気はするけどね、なんかそう俺が無敵なんだって思いながら見てる、ね、無敵って書いてるくせにぶちゃれてる、もうなんか逃げられてるから、まあね、さらに、ああさらに先があったからさらに先を読んで距離を取るだけでだいぶ効果としては弱まるという、ね、そうなのよ。でボスのダメなところはそういうところよ、能力にかまけて先読みをしないから。そうですね、先読みをしないから、ね、だからあんなことになるのよ。だからプロ棋士とか将棋やったらもう負けよ。そう力がありすぎてね、だしもういい無理な時は逃げちゃうしっていうね。そう理由つけて逃げちゃうからね。ほんと今の若い子見てほしい、ね、よくボスダメよと。ボスはねになれたね、強いの、ね、ギリギリのギリギリのピカチュアはめちゃめちゃ強いと。強い、まあでも負けないのが一番強いって言いますね。そうだね、まあ、あの能力は確かに負けにくいんだよね、非常に。だから無敵、負けなきゃっていう、負けないから無敵。確かにそうだからボスたるゆえんだし、で証拠も残さないというか自分の痕跡も一切残さないっていう用心深さも、時を吹っ飛ばせる間に自分がいなくなったりが簡単にできるとと、いうか、まあ、無事ブチャルティが逃げることに成功しまして、先ほどチャックの、まあ、ジッパー閉めてわーって上の階に行って、で異変に気づいたジョルノが中建物の中まで入ってきて、あれってなって、でそれを見てボスも、あジョルノだけだったらやっちゃおっかな、俺やっちゃうぞってなったけど仲間も来て、無理だー多すぎるわー、物陰でね、無理だわこれって、なんかもうミサオみたいな状態ですよ、ね、やっぱ無理だわこれ、あれがボスの、ね、この人数じゃちょっとしんどいな、勝てるけどね、やめるんだと勝ってるけど顔は見られちゃうな、見られちゃうな、そうでも殺しちゃいいじゃんってこっちは見てても、顔見られて一人にでも逃げられるのが嫌だなって、嫌だな、じゃあ今日やめとこっかなって、ボスってみたいな、まあね、ずっとどっかにしがみついて汗だらだらかきながらの、それでまんまと逃げられる羽目になり、そこでブチャルティからみんなへ、発表があります。ありました、みんな聞いて、みんな言いたいことだからね、はい、聞いて、私はボスを裏切りました、なんでなんかいろいろあったの、もうあいつ裏切ったからって、娘殺そうとしてもう無理ってついていけないって、それだけ、もう裏切ったからもうダメ、もうこっから私は一人でボスと対抗します、来る人は船乗ってください、あなたもう嫌だって人はここに残ってください、そんなこと急に言われたってついていくわけないしな、私はもう何の命令もしません、ついていかない、命令してくれよ、ついていかない、もう行っちゃいいし、ついてくれよ、ナランちゃんがいいしだろう、超直感してた俺が、そうめっちゃみんなで意見が分かれるんだよね。そうですね、で本当にまあね、マフィアを敵に回す、まあ、組織を敵に回すっていうのも死ぬのも同然だと、ですね、僕は組織がないと生きてられないんだっていう、まあ賢いからね、っていう風語の意見もあるし、それもまた間違ってはない、もう知能性がある、それに対してブチャルティ何も言わない、そんなこと言うなよとか言わない、情けないこと言わないよ、まず先陣を切ったのがアバッキオが、はい、アバッキオはお前といる時だけが心が安らぐ時だと、好きだもんね、アバッキオ好きだからな、っていうわけでまあ船に乗り、でまあジョルナはもちろん鼻からボスを殺しちゃうって気持ちだったから、
まあそういう確認もなく、うんうん、で続いてまあミスターもうちらは賢い人間だと、うん、賢いからこいつについてきゃ、まあ、副官は俺かなみたいな、うん、ちょっと場の空気を和ますようなことを言いつつ、うんうん、清涼剤マジでそれだけだったらあいつ何なんだって考えてなさすぎるけど、まあ、信用してるんだということでは実は一番信頼してるのがあの2人だろうなってぶちゃれてる命令だったら何かやるって、うん、で最後ナランチャがまだ17歳で、はい、そうよで掛け算もできないような子ですよ、うんうんうん、そんな子に対して命令だったら聞くと、うん、命令してくれ、うん、命令してくれよブチャリティと、うん、そしたらお前来んなよと、うん、向いてねえからって、うん、ほんと相手のことを思ったことを言ってくれますと、ね、うん、できる命令はこれだけだってことだもんね、そう、まあ、来たかったら来てもいいしと、うん、ほんと指示待ちないんですよ、なかなかに言ってたよね、結構ねそうでも来た方がいいと思うよぐらいのことしてねでも来たら死ぬぜお前には向いてないと思う、ね、向いてない向いてない知るよって意見、うん、やっぱ止めてあうあう言っても分かんなくなって、うん、まあ船は出ちゃいました、うん、で、トリッシュも気を失ってて、うん、だトリッシュの腕の傷を見た時に、うん、ナランちゃん気づきますよ、うん、もうトリッシュは俺なんだって、うん、恵まれてない人生を送ってきた、一体どういうことなんと思うけど、うん、旗から見たらあれはあの思考を知らないとトリッシュは俺だって言い出しちゃってる、俺なんだトリッシュ上場が始まったよ上場のよく分かんないやつだそうなんだ、まあそう、まあ、ちゃんと今回ちゃんと説明されてたから、うん、まあ、信頼してる人に裏切られ親にも裏切られ傷つけられ殺されようとしたっていうのは、うん、まさに自分だと、うん、自分ともうなんか合わせて重ね合わせていく、うん、自分だから泳ぐっていう、うん、いいよね自分でちゃんと考えられるようになって、そう考えられる、決断できて、で風がああお前もかーってなっちゃうし、うん、悲しいままにもうならんちゃもなんとか、はい、反対組織に来ましたよと、そうね、そう、風語は、いや風語は裏切り者になりました、まあ風語は裏切り者にならなかったとも言うけど、まあまあ一応裏切り者っていうのは、まあ、そうね、そしてブチャリティから見たらというか、あのチームは抜けました、から抜けた、すごい抜けましたね、バイバイ風貌だからね、これは、ね、まあね、これによって、まあ、ボスとの、分かりやすい争いが勃発しました、ね、でボスからの直接な指令で全部隊にブチャリティたちを殺せと、チャラティとジョルノがはっきり裏切り者だと認識されましたと、そして一つ謎がブチャラティはどうなったのかと、それをね、そうですよね、知ってないのあれ、ブチャラティは今動いてます、空中から半透明のブチャラティが現れてるね、一回死んだじゃんだってみんなを呼べでもジョルノがなんとか命を吹き込むっていう、完璧にパーツは作ったぞって、すぐ生えくるからね、ね、すごかった、ハンターハンターでもすぐ生えくるからさ、ね、心音が止まってるまで言っちゃったからさ、ね、ジョルノが止まってるし、なんで生き返ったの、でも部品は全部作ったし、部品は全部作った、血は作ったよ、作った、すげえな、血作れんだ、全部まあ ね、細かい話は全部できんだろうな、そう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 、あと魂があればいいと、そう、あ、そういうこと、まあ、感覚で言うと、自分のかなんか認識とかもあるけど、だから魂が後ろにほら、なんか言ったな、そうそうそう、うん、あれ見て完全に死んだんだなって思った、そう、あそこでふわーって言ったらあれなんでしょうけど、あーしゃーってなったから、あ、なるほどね、あぶねーって、あぶねーなのか、あぶねーということだよね、今死んでたわってやって死んでた死んでた、ブレちょっと死んでたおい一旦ちょっと死んだと思って行くしかないな、ねってなんかシュワシュワ出てたけど、多分それが出てシュワシュワ出てなんか戻ったのかな、うん、まあね、でもヤバそうだったもんね、ヤバそうだったなんかもう今のブチャリティもどういう状態なんだろう、あれはで階段も登れなかったからね最初は、うん、はーって言ってたから、あそこからでもなんとかまあ無事復帰を果たして、うん、ボスとの敵対関係が始まりますよと、うん、で今回もほんとナランチャに尽きるなーって、うん、もうブチャレティのカップルさんもそうなんだけど、うん、あそこが別れ目だし、うん、命令してくれよはいいなー、そうだね、いや今回のアニメでさ一番2番くらい見たかったし、うん、ここいやほんとにいいナランチャのクロール、ナランチャクロール、うん、クロール叫びね、そう、ああ泳いでるから叫ぶなっていうのはやっぱよく言えるな、言えるな、ナランチャいいね、トップ5にさ入ってて、うん、ナランチャのクロールとナランチャのボラボラボラがトップ5に入ってる自分だから、ね、今回見たいし、うん、ナランチャがやっぱ愛すべきバカな、そうなんだよね、一番成長せざるを得ない子だからね、苦境に幼い感じで、あの年で苦境に立たされて、買い出しも結局できてない子だからね、満たせる子だから、そうそうそう、買うとこまでできたけどな、そう、うん、けど全部燃やしちゃって、ああだ、ああダメだ、うん、落ちたっていうような子が、うん、ってんのよ、
そしてフーグをぶち切るね、トリッシュ、はい、どんな音楽が好きかもわかんねえって、あの女、うん、まあ、一番最初トイレで手拭かれてっからな、そうジャケット貸してくれてありがとうって一番好感度低いからなってるからさ、それそんな女助ける義理はねえっていうのももちろんありますからね。ねえ、まあブチャリティがね、そうとしか説明できなかったからね。うん、そうね。なんかいい名目あってよかったよねと思う。まあね。確かに。そうね。なんとかまあそれでね、ボスとも、との対立関係なり、ボスを今度は倒さなきゃいけねえと。そうですね。能力が唯一知るものになったわけですから。うん、そしてトリッシュはどうなるのか、この冒険としてね。あ、そう。もう希望がなくなっちゃったわけなんだよな。そうなんだよ、救いがねえんだよな、もとでボスからはもう殺されようとしてるから、一番の被害者はもちろん被害者なんだよ、ね、だからもうみんなと一緒に行くしかねえけど、おもり状態になっちゃうから、トリッシュはトリッシュでどうなのか、意識が戻るのか、でももうすでにそっちで死んでる可能性もあるしな、あれがシュワッ、手遅れだったか、忘れてた直すの、夜の忘れてた、あ、こっちに手がしまった、こっちの死因を確認してなかった手首は繋いでけどもんと、あっちの方が弱そうだから、トリッシュの方が、今後どんな冒険が待ってるのか、ナランちゃんの成長がすっごいいい回だったり、皆さんぜひと高いはこれからさい。というわけで、ジョジョの奇妙な冒険の感想でした。他の動画を見てください。バイバイ。